ルルデサウルスは白亜ゼンキアップ時に現在のアフリカに生息した長脚類恐竜の属の一つである。1965年にフィリップタケはニジェール・テネレで新長脚類の化石を発見した。1988年にサウッド・チャしかしこれはノメニエクス・ディサーティシャネであり、記載を伴う出版ではないため、不正当な名前であるチャーブリーは古生物学から、 知りてしまったため、1999年に竹とデールラッセルによりタイプ種ローデスソリスアレネタスとして公式に命名された。俗名は、ラテン語で、思いを意味するローデス図から派生したもので最初の名前のグラビスと同じ意味である。種小名アレネタスは、砂地のを意味し、天然シ同様に、テネレ砂漠にちなんだものである。 ホロタイプ MNHNGDF1700 はエルハズ層のアプト海上部からアルブ海下部の地層から発見された断片的な頭骨を含む部分骨格である復元ズルルドゥサウルスは非常に重そうな体格であった竹は最初全長9メートルで当時知られていた最大の獣脚類であるスピノサウルスの40%ほどであるものの 体重はほぼ同じ5.5トンほどと推定していた。しかし、2010年に、グレゴリー・ポールは体長7メートル、体重2.5トンと小さめに推定している。腰は短く、銅は特徴的に低く、腹部は地上から0.7メートルほどの高さにあり、胸郭は極度に広かった。頸部は比較的長くでは他の乗客類と比較して短かった。前肢は 他の規定的なイグアノドンと、幅が広く短い手は体重を支えることに適応していたものである。足は独特構造で、中足骨が互いにしっかりと接触しておらず、跡を広く広げることが可能だった。この配置は足が単一のパッドとなっていたため、高速走行が苦手だったとする考え方もある。オリジナルパリで展示されるローデスソリスアレネタスの 親指のスパイクルルドゥサウルスの用紙が元記載通り、鈍重そうだった場合、捕食者のエオカルカリアから走って、逃げ延びるのは苦手だった可能性がある。その前に敵を早期発見すべく、仲間同士で群れをなすなりしていた可能性もある。それでも万が一天敵との接近戦になれば、イグアノドンに共通して備わっている、前足のスパイクを、護身用の武器としていただろう。 その場合は太く頑丈な前足全体を棍棒として振り回していたことになる。仮に元記載通りの重々しい体をしていたのであれば重心の低さを生かして突さの攻撃にも素早く旋回、迎撃することが可能だった可能性もある。ルルドゥサウルスは反水性だとする考えが存在する。この説は元記載の情報がベースとなっているため、 もしポールが提唱した情報が正しいとすると、この説は一挙に信憑性を損なう点に注意。本種は他の長脚類と比較して特異的で、記載者の竹とラッセルは、外面上は極竜類のようであったとしている。古生物学者トーマス・ホルツは、全体的にずんぐりした体格、短いし、広がった後に基づいて水星もしくは、反水星のカバのような生活をしていたのではないかと、 提案した。反水性説を後押しする傍証として、当時の気温が高かったことや、生息地の北アフリカに川や沼が数多く点在していたことが挙げられる。しかし、これまでにも多くの大型長脚類でも同様の仮説が提唱されたことがあったものの、その根拠となった足や尻尾の形態は、いずれも現在では陸生適応を示すものだと解釈されている。こうした陸生とされる 古生物が、実は、反水性だったのではないか。という議論は、古今東西の至るところで展開されており、その代表としては、スピノサウルスやプロトケラトプス、そしてコティロリンクスなどが挙げられる。ルルドゥサウルスは、同時代の恐竜としては、イングランドのやや早い時代に生息したバリオニクスに、近縁と考えられる奇妙で巨大な重脚類、スコミムスや、高い椎骨神経トゲが、 特徴的な同所性のオーラノサウルスなどがある。アロサウルス上下の獣脚類エオカルカリアや、アベリサウルス化のクリプトプスの化石も、ニジェールのアプト海の地層から発見されている。ありがとうございます。